はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。今日はおかえりモネについて話したいと思います。はい、もうすぐおかえりモネ最終回が近づいてるというところなんですが、なんと今日は最後の最後に上白石モネ様がね出たということで、ね、このおかえりモネ取り上げないでおこうと思ったんですが、あのね、最後にねモネ様が出てきちゃったから、これはもうねやらざるを得ないなと思ってね、はい、今回取り上げますけどもね、この清原果耶さんがね素晴らしいしね、牧田亜樹さんね妹もすごいし、もうねすごいいいドラマなんですよこれがね。ただまあまだ最終回を迎えないとわかんないんですけど、非常にこうね暗いところもあるこのドラマなんですよね。で声がみんな小さかったりするからね、藤達也さんだけ時々大きいけども、大体がね小さい声ですからね。もう本当にね、もう本当の人物がそういう感じなんじゃないかと思えるほど皆さんうまいんですがね。あれね、朝の忠信さんもうまいしね、うちの西洋さんもうまいし、ね、坂口健太郎さんもいいし、ね、浜健さんもいいし、そして途中から今田美桜さんも出てきたしね。で西島さんなんかも、西島さんと西野さんが出ちゃったらね、あの昨日何食べたの変な関係になってくるみたいなね、最後の一緒のシーンとかあるんですかね。いやとにかくねこのドラマいいですよ、良かったですよ。まあまだ最後どうなるか分かんないんですけどね、今こう坂口健太郎さんと百音さんがねどうなるかってとこもね気になりますね。これ最後ちゃんと結婚するんだろうかっていう、今日もちょっとヒヤヒヤするね場面ありましたからね。あと舞子さんとかもね出てましたね。いやこれね本当によくて、良すぎるからね他のドラマとちょっと差がついちゃうなって思ってやらないでいたんですけどね。まあ最後にね上白石萌音様が出ちゃいましたよ。11月からねカムカムエブリバディが始まりますから、これまた毎回見ちゃうでしょ。これも毎日、これ毎日もうカムカムエブリバディにしばらくなってしまうかもしれないこの番組ですよ。あ、そうだ、鈴木京香さんも本当ね役ごとにいろいろすごいですよ。あ、そうそうそう、常松ゆりさんなんかもね出て、そうだ、あと森田美里さんも出てね、すごいよね。もう全裸監督から朝ドラまで出てる人たちがねいっぱいいるっていうのはちょっとびっくりですよね。それだけこうちょっと進んでるって感じがありますね。まあ本当に藤達也さんがおじいさん役だなんてもうちょっとびっくりしちゃいますよね。2枚目の人ですからね、2枚目だった人ですからね。まあ今でも2枚目なのか。いやもう本当にね、いや非常に、そうだ、山口さやかさんなんかも出てたしな。まあとにかくすごいですね本当に。いやいやもう参ったって感じです。ただちょっと後半がね暗くてもうあの姉妹の暗さがもうちょっときつくなってくる時ありますよね。まあでも本当牧田亜樹さんすごい役者さんですよね。まあそんな感じで今日は最後にね上白石萌音様が出たということでびっくりしてこれを撮っておりますよ。はい、そんな感じです。最終回が楽しみ、いい方向行きますよね。はい、さて私 D のんちザワイズは10月29日の金曜日に、ライブがありますんで、ぜひ概要欄の方からチケット購入よろしくお願いします。そして私のニューシングルなんかもね出てますんで、下の方からご購入いただけたら幸いでございます。
ワクチンのね2回目打ったんですけど、2回目はねあんまり痛くなかったんですけど、熱はやっぱり38度6分まで出てますね。いや今もねちょっとぼーっとしてますけれどもね、いや本当にねこれなんか3回目みたいな話も出てますね。もうこれずっと私たちはワクチンにやられてワクチン頼みで生きていくみたいな感じなんですかね、うん、まあね熱だけならいいんですけどね、頭痛みたいになってくると厄介ですが、うん、まあそんな感じで日々をね、いろいろありますでしょうが、皆さん楽しんでいきましょう。それではまた明日、バイ。